CM 用のナレーション撮りのためすぐに別のスタジオに移動した。すいません、すごいハードルの高いかもしれない。早口言葉があるんです。あ、これはね無理ですよ。江戸の殿殿、これ真由美さんのセリフですよね。そうです。これはねどう考えても俺ブチャですよ。公害につかなきゃいけない立ちつてと何胸のラリルレロは滅べばいいと思ってますから。江戸の殿殿の網にもの浅田飴とかもう本当に嫌がらせですよねこれ。いやもう公害に3回以上つくセリフもう連続でこうな殿殿のとかもうつくのはもう本当にもう許せない。他のさスタジオの全員が神谷の声を待っていた。神谷の声、神谷ボイス。この映画は神ボイスぴったりだ。まれに見るアルミニウム。野口さんと野本君が物の見事に物分かれ。右目、声優青春ストーリー映画神ボイス11月公開。声優が全員こういうの言えると思うな。神カメも神ボイス青春映画ストーリー。あ、ごめんなさいね。しかし彼はやる男だった。カモシカもシカも確かにシカだが、アシカは確かシカではない。江戸の殿殿の喉にも浅田飴、水戸の殿殿の喉にも浅田飴、どの殿の喉にも浅田飴。まれに見るアルミニウム。野口さんと野本君が物の見事に物分かれ。右目、神カムカメも神ボイス青春映画ストーリー映画神ボイス11月公開。自然と起きる拍手と歓声、これが実力だった。言えて拍手とかもう